はい、こんにちは、スレトルトです。ロストジャッジメント実況プレイ、引き続きやっていきたいと思います。チャプター3に入りました。あらすじありがたいね。他殺隊となって発見された。毎回映るな、これ。もう慣れたわ。毎回映るの慣れてない。近づけないで。徐々に浮かび上がってくる2つの事件が1つにつながってきました。三は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだ。まあ、三越は死んじゃったんだよな、結局。誰が殺したかって話なんですけど、まあ、いじめられてたね、江原くんのお父さんが殺したのかもしれませんし、もしかしたらあのね、沢先生が関わってる可能性もあるよね。江原さんのね、写真が、江原くんの写真をね、写真立てに入れてたんで、で、まだまだ読めないね。全然展開は読めません。で、殺人事件の調査にもう警察も、出てきたと。多分これが三越場について書かれた記事だ。でも死体の身元が分かったとは報道されてない。椅子に拘束されて殺害か、身元不明男性、伊勢崎偉人町。警察もまだ情報を押されてるってことかな。でもまあ調査は進めてると。沢先生の事情聴取も長引いてるみたいだ。沢先生に話聞きたいのよな。この右の刑事ってさ、ジャッジアイズにもいたような気がするんだよな。サンドウィッチマンの富澤さんに似てるみたいなこと俺前も言ったような記憶がおぼろげにあんのよ。矢上さん、ここで何してるんです？また事情聴取ですね。まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。犯人じゃないでしょうね、あなた。あなたは三越場くんのことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ。はい。ええ、でもほらええってここじゃ何ですから。ええって、もう事情聴取されたくないだろう、散々話した後にね。でもこの人三越場くんのこと多分嫌ってたから、ショックは受けてないだろうな、そのことに関して。なんで早く言ってくれなかったんですか？お、ギャルゲーパート入った。三越場くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです、うん、先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。まあ教えてくれんよな。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。いや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 、校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。ミスケンです。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です、その件はもう話がついてますんで。ミスケンの顧問です。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。さあ先生、やだろうな。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越場くんを殺したかもう当てをつけてました。いやー、いえ、そうね、警察が教えてくれたのは。でも江原はその時間にね、三越場くんが殺されてたということだけです。別の事件のやつで逆にアリバイあるもんね。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越場くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました、うん、こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。いじめの話とかが分かってくるとね、もっと調査になっちゃうし、この学校もね叩かれちゃうかもしんないな。警察は江原のことを伏せたまま関係者に聞き込んでるってことかな。あの、何か。三越場くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありますか？江原くんの友達とか。え？江原くんの彼女とか。例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原昭弘です。当時三越場くんはその加害生徒として名前が挙がってました。うん、江原さん、まさかあんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？知ってたんだよな。江原さんは三越場ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。
は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと勾留されてたのに、美人町のフランシュタイル三越場だと言い当てたんです。ああそうかそうか。県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが三越場くんを殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。うん。でも実行犯とつながってはいるはずです。何かがアップデートしたらしいです。矢上さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。うん。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。隠してんだね何か。以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたようです。結果ね、あいつのせいでいじめになったからね。人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎くんです。え？江原敏郎か。江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。さあ先生は飼ってたのか？ その子を可愛がってたのか？すみません、まだ仕事が残ってるので。いやもうちょっと聞きたいな。聞き入ってしまったわ先生。今夜9時、え、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。プラージュ？そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。いいね、ようやく協力してくれるんだね。だって生徒の一人を写真立てに入れるなんてことを、まあ普通はしないもんね。どんどんストーリー進んでいくな。もしもし、あ、俺今やっと学校出たとこ。先に帰ったんだよな。どうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。まあでもだいぶ働いた後だからな。今日はもう働かねえってこと。なんだよ拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもは飲んでないんだな。なんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが。ああ、これまあ前作にもあったね。飲んでる場合じゃないんだ。ツイッターのなんかだ。どうする、お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。怒られるぞ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も待つ。酔っ払いくんのやだな。どこに行けばいい？酔っ払い来ないでほしいな。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。あ、じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえ。それはまあね、大人の二人の話ですから。別に問題ないですからね、教師同士の恋愛は。まだ待ち合わせまで結構時間あるな。しばらくつくもんとこで待たせてもらおうか。つくもんとこでなんかイベントは起きそうだけど、ちょっとあれいいですか？あのやっぱメインストーリー進めたいってのもあるんですけど、やっぱちょっとミステリー犬のイベントを少し進めておこうかなと。呼ばれてたもんね。パンダかわいいな。矢上さん。中華街だからかな。あ、矢上さん来てくれてたんですね。ああ、一応外部指導員になったからにはな。矢上さん、よかったね、変質者疑惑が晴れて。こいつなんかモテそうなんだよな。なんかヤングファイブっていう漫画読んでる。姉ちゃん相当追い込んできたんじゃない？絶対に変質者を捕まえてやるって息巻いてたからさ。まあな。ダンス部行きたいのよ、ダンス部。なんかキムタクの後ろになんか謎の謎の刀あんな。あ、危うく翌日の朝刊に、掲載されるところだったよ。女子高生のパンチラ狙った盗撮魔としてな。角度が違うでしょ。ごめんなさい。
その説は失礼しました。ところで天沢、なんか相談があるって言ってたけど、なんかこのパパ活事件とかも含めたなんかでかい事件があるみたいなこと言ってたよね。ええ、私たちが追ってるある都市伝説の調査について、ぜひとも八神さんの力を借りたいと思いまして、まあ、都市伝説もね、我がレトルトチャンネルのメインコンテンツではあるからね。実はダンス部のパパ活女子の件もその都市伝説に関係している可能性があるのです。何なんだろうこれ。もしかしたらさ、この星稜高校7事件みたいな感じかな。7つの事件が必ずあるみたいな。よし、顧問として天沢の話を聞いてやるか。都市伝説の話を聞こう。はい、八神さん、実は今偉人町の高校生の間で飛行が急増していると言われています。飛行ってワードもあんま聞かなくなったな。まああるんだろうけどさ、みんななんかおとなしくなってるよね。昔のさ突っ張ってたなんか時代というかね、うん、あんま聞かないもんね、そういうの。それも水面下で大人たちに知られることなく。それは例えば万引きや喫煙、恐喝やパパ活、暴走族への加入から振り込め詐欺の受け子バイトなど、種々様々です。 1,2,3,4,5,6,7 7個ある。まさに7個あるぞ。奇妙なのは、今まで貧困法制真面目だった生徒が突然飛行に走るケースが多いことです。なるほど。まあ、ここはもともとね、あのでも本当に真面目な生徒多くそうに見えないのよ。なんか高学歴って言ってたけどさ、ここだってあのクラスもう30人ぐらいと八神戦ったわけだからね。もともと不良多そうだけどね、この高校。そしてこういった急増する飛行の背後で飛行の元締めをする人物がいると噂されているんです。パパ活も紹介したやつがいると。え、飛行の元締め。何者かが生徒たちを悪の道に誘惑していると、そう、まことしやかに囁かれているんです。最近増加している飛行は全てその人物の仕業だとか。なるほど。へー、まさに都市伝説だな。その人物は生徒たちからこう呼ばれています。プロフェッサーと。ダサ、激ダサじゃない、プロフェッサー。プロフェッサー、元ネタはシャーロック・ホームズの宿敵ジェームズ・モリアーティ教授だと思います。おー、読んだことないから分からんけど、ロンドンのあらゆる犯罪の裏で暗躍していると言われる人物で、原作では犯罪界のナポレオンとなどと表現されていましたね。このなんだ、まあ、モリアーティ教授っていうのが今言うはスーパービランってことかな、ライバルってことかな。偉人町の方のプロフェッサーはいわば非公開のナポレオンといったところでしょうか。要するに噂の類としては興味深いけど、ただの都市伝説なんだろ。いえ、ただの都市伝説かというとそうでもなくて、実はネット上にプロフェッサーの作った秘密のサイトがあり、実際にアクセスしている生徒がいるようなんです。ほー、ネットにそんなのが。裏サイトってやつだな。サイトを知っているという生徒も特定したんですが、私のことを警戒して教えてくれないんです。嫌われてんな。どこでも首突っ込んでいくんだろうな。秘密のサイトか、学校の裏サイトみたいなもんかな。生徒が愚痴や誹謗中傷を匿名で書き込んだりしていじめの温床になってるって話を聞いたことがある。でもうちの学校とかにはそんなのはなかった気がするな。俺が通ってた高校、まあ、知らんけどね、知らんけどなかったと思うわ。はい、そうですね。ただプロフェッサーが作ったと言われる裏サイトはちょっと特殊らしいです。ん、特殊というと、その裏サイトにも利用者が自由に書き込める交流用の掲示板があるらしいのですが、そこに生徒が自分の願い事を書き込むとプロフェッサーがその願いを叶えてくれるそうなんです。俺も書き込みたいな。バカな願いよ、そんなバカな。いえ、あくまで噂ですよ。例えば簡単にお金を稼ぎたいとか、誰々を懲らしめたいだとか、テストの答案が知りたいだとか、まあなんかあんまり良くない系のやつを叶えてくれるんだな。はあ、まさに都市伝説って感じだな。にわかには信じがたいが、ええ、裏があるんだろうな。でもそれ、ええ、ただプロフェッサーの背後には半グレがいるという噂もあって危険な匂いを感じるんです。なんかヤクザ関係は出てこないね。基本的に龍が如くでなんかこうヤクザって若干解散しちゃったみたいな話もあったじゃないですか、冒頭に。なんでこのジャッジアイズはヤクザじゃなくてこの半グレぐらい、
ちょっと悪いことをしてるヤクザの下ぐらいの人たちが出てくるんだな。半グレ。なるほど。半グレか。それが本当ならちょっと厄介だな。ねえ。半グレって何？振り込め詐欺やいかがわしいビジネスで稼いでるチンピラ連中だよ。まあやってることはヤクザと似たようなもんだが、ヤクザみたいに厳しい掟や規律がない分厄介だ。ヤクザ厳しいからな。暴対法や条例で縛れないしな。東上会や近江連合が解散して最近増えてるとも聞く。そっか。そんな奴らが。実はですね、例のダンス部のパパ活女子がトラブルに巻き込まれそうになった際、柄の悪い人たちが用心棒のごとく現れたって話もあるんです。いわゆるケツ持ちですね。君よく知ってんな、そんな言葉。無駄に本はたくさん読みますので。裏バイトや復讐代行、模試の回答の横流しに JK ビジネス、ただの非行もやりようによってはお金になるはずです。察するに、ね、アウトローな人たちが高校生の非行を利用し汚い商売をしているのかもしれません。都市伝説の正体は半グレによる資金集めのための手段だったというわけか。わからない話じゃない。すごい推理だな。はい。そう考えると、がぜんただの都市伝説が真実味を帯びてくるんです。もう聞くことはない。そういう事件があって、まあ、いろんな部活に潜入するってことなのかな。八神が天沢、大体の事情が分かったよ。俺はひとまずダンス部の調査を続ければいい。ええ、お願いします。プロフェッサーの噂は引き続き私の方でも調べてみます。もしかしたらダンス部以外にも潜入調査をお願いすることになるかもしれません。なんかボクシング部があったような気がするな。なんかサイトで見た。まあ協力できそうなことがあったら言ってくれよ。そういえば八神さんにおすすめのアプリがあるんです。何？グループ活動をする人たちの間で流行ってるアプリでして、部活動をしてる先生方もよく利用されてるそうです。今後関わるコミュニティが増えていくと思いますので、インストールしておきますよ。おー、スクール日誌。うわ、めっちゃある。めっちゃなかった？天沢に話があるので、時間があるときにこれは頼んだよね。俺やったやつだな。はあ、今めっちゃなかった。うわ、これこれこれ。どうやらこの高校では厄介な事件が進行しているようです。ミステリー研究部部長天沢の依頼のもと、八神はこの調査に乗り出します。調査を通じて高校生たちとつないでいく物語、それがユースドラマですと。八神の影響を与えていく、導く八神の力を指導力と言います。そういうのもあるんだ。これも上げていかなきゃ他のやつできないよみたいなのもあるんだな。指導力レベルアップで新たなコミュニティが出現と。トゥードゥアプリ。そういえば理事長から聞きましたけど、弁護士の資格を持っていらっしゃったんですね。これ知ったらもっとね、ものすごく信用になるもんね、きっと高校生とかにとってもさ。あ、今じゃそっちの仕事はメインじゃないけど、それがどうかした？いえ、弁護士の方を盗撮魔疑惑で告発しようとしていたのかと思うと、ちょっとゾッとしたものですから。はは、名誉毀損で訴えてみようか。確かに。勘弁してください。あんまね、首突っ込みすぎない方がいいよ。弟くんが笑ってんな。後でミスケに顔出すは終わったと。ちょっと見たいな。プロフェッサーについて調査する、ダンス部で調査を進める。ダンス部行きたいのよな。これって部活だよね。部活10個もあるってこと？ミステリー研究会多分ラストに全部終わるんだろうな。どうもー、顧問来たよ。お、部長いるね。こんにちは。西園。よ、西園。八神さん、来てくれたんですね。おう。音ゲーがやりたいのよ、俺。今日は音ゲーがやりたい。あ、ちょっと様子を見にな。今日顧問の先生は？また休んでんのかな？今日もお休みです。原因不明の体調不良だそうで。ん？原因不明？病気かなんか？さあ、詳しいことは何も。なんかあんのかもしれんな、これも。そうか。ところでその後、練習はどう？順調？はい。はい、ただちょっと、八神さんに教えてもらった振り付け、結構難しくて、まだ上手に踊れないメンバーがいるんです。お手数なんですが、もう一度見本見せてもらってもいいですか？え？一緒に踊ろうよ。え、また踊るの？俺が？このセリフな、いくらでも踊れるでしょ。はい。一回でいいからスマップのライブとか行ってみたかったね。やっぱ子供の頃からの分かりやすいスターって言ったらスマップだったからね。
はい、矢上さんが考えてくれた振り付けですし、本人が踊ってもらうのが一番です。ダンサー素人なんだが、やってはみるけど。お願いします。今回は楽曲の最後まで通してお願いします。前みたいに矢上さん流にアレンジしてください。わかった。お、前回途中で終わっちゃったもんね。はい。はい。お、みんな見てる中で。よろしくお願いします。いいな。そらキャーってなるわ。モニタリングでもこの前キムタク出ててキャーってなってたもん。こんだけ見られてると緊張するな。しかも JK たちにね。今日はどの曲にしましょう。レッツダンス。曲も結構ありそうだな。エクストライージー。待って、難易度あるじゃん。まあイージーにしとこうか。エクストライージークリアしてるもんね。はい、レッスンへ。はい、さあ行こうか。あ、待って、ノーマルになってない。あ、衣装がノーマルってだけかな。これな、意外とねボタンを使うのよね。はいはいはい、どこでやるかだよな。意外と難しいぞ、後ろのキムタクに。せーの。はいはいはい、キムタクかっこよく踊ってるかな。俺ミスったな。意外と難しい。はい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 、いやー全然パーフェクトとはほど遠かったわ。難しい。クリアはいけたけど、なんだろうな、二個押しが来るかもなと思って、持ち方をなんかね普通の音ゲーと違って変えちゃってるから。あ、これ上がるんだ。はい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 、今のダンス録画嫌です。 S ランク取っとこう。これ裏でみんな見てたかな。かっこいいだろうな。よし、なんとかなったか。多分これもうこの生徒の中の半分ぐらいはもう恋しちゃってると思うけどね。あ、すごい。聞いてる。すごいですね。ダンスやってたんですか。まあ前世で。カンフーもできるんですか。前世で。ああ、カンフーはねダンスはやってなかったけど、やってたな。私副部長やってる2年の南マリアって言います。君じゃないか、パパ活女子。君じゃないか。1年の滝口キラリです。よろしくお願いします。君もやってんのか。おモブっぽい顔してるけど、よろしく。キャーキャー、キムタクさん、ちょっと、ほらほら、矢上さん困ってるでしょ。みんなちゃんと振り付け覚えたの。一回見ただけでさすがに。ま、そうだよね。矢上さんお手数なんですけど、何度かコーチしてもらってもいいですか。ああ俺の振り付けでよければ。とりあえずこの調子で信頼を築いて、パパ活女子の情報を探り出そう。ではこれからも清涼ラビッツをお願いします。あ、じゃあ清涼ラビッツをお願いします。でも確かに清涼ラビッツって書いてあるな、服。あ、話してませんでしたね。私たちダンス部のチーム名です。コンテストに出るときにそういうの決めることが多いんですよ。へー、そうなんだ。ん、どれどれどれ、お前か率いてんのは。ヒイラギ先輩、怪しい。セガちゃん怪しくない？よかったね、コメカドのやつ。部活サボりまくってたし、新しい顧問の人が来てくれて。コメカドっていうのが元々の顧問か。いえ、顧問じゃないんです。特別に見てもらってるっていうか、矢上隆之、ミスケンの外部指導員でね、西園に頼まれてダンス部のことも時々見に来てるんだよ。ああ、天沢さんところの。俺は柊匠、元ダンス部の3年生です。おお、え、ダンス部って男子もいんの？もう女子しかいないけどね。矢上さん、柊匠先輩は元部長でエースだったんですよ。コンテストでは個人賞とか受賞してて、先輩のダンスに憧れて入部する部員もいたぐらいなんですよ。あ、まあ男子もな、すごいエグザイル的なダンスの人たちもいるだろうな。ねえねえ、さやかもそうだったんでしょ。柊匠先輩のダンスに一目惚れしちゃったんですよね。まあでも絶対柊匠先輩悪いやつだからね。皆さん覚えておいてください。多分悪いやつこれ。うん、そうだね、柊匠先輩のダンス本当にすごかったし、憧れの先輩なんだな。はい、でもなんかちょっと濁ってるから、憧れて入ったんだけど悪いね、パパ活とか紹介されたりとかしたんじゃないの。さやかちゃん、そうだ、さやかちゃん、借りてた映画返しに来たんだ。あ、どうでした、面白かったですか。あー、なんかうまくいってるのか。矢上さん、俺が怪しみすぎてんのかな。あの二人どう思います。まあやってるね。できてますねこれ。
飯田木先輩のこと好きなんですよ。マジで？あー、それで合ってんのかな。普通にそのままの意味なのかな。でしょ、本人は認めてないんですけどバレバレですよね。ちょっと話す距離が近すぎないか君ら。聞こえたい？先輩に。ま、片思いなんですけどね。さやかもそんな憧れの柊木先輩からキャプテンにを任されて張り切ってるみたいです。あー、プレッシャーがあると。なるほど、まあ、頑張ってるもん。でも男子部員いなくない？あの人の世代で男子部員は全滅したのかな。ちょっと踊っていくか。よし、やっぱ実況してないと調子いいな。実況してないと音ゲーは実況できないね。音ゲーの実況でとんでもなく難しいわ。矢上さんすごいですね。あー、まあええか。途中まで割とフルコンだったんだけどな。あの横の矢印キーを押すのが意外と難しいね。お、おかげで部員たちも新しい振り付けかなり踊れるようになってきたみたいです。本当に矢上さんが来てくれてよかったです。コミカド先生が全然来てくれないので。ありがとうございます。捨てる神あれば拾う神ありってことですね。まあ本当に柊木先輩のこと好きなだけなのかね。そうか、部長からはだいぶ信頼得られたよな。そろそろパパ活女子の件切り込んでみるか。急にパパ活の話したらなんかねマイナスになりそうだけどね。信頼度全部なくなっちゃいそうだけど、聞いてみよう。よし、軽く踏み込んでみるか。パパ活って知ってるって。え、噂ですか？あくまで噂なんだがちょっと心配で。実はさ、あくまで指導者としてな、ダンス部にパパ活をしてる女子がいるって聞いたんだ。ああ、そのことですか。私も聞いたことあります。ヒイラギじゃないの？ヒイラギに言われたとかじゃないの？どうもその子がカモにした男が元半グレの男みたいだな。恨みを買って狙われてるという噂もあって。噂が本当なら放っていくわけにもいかないからさ、指導者としてよ。あの矢上さん、部員のこと心配してくれるのはありがたいんですが、私はその噂あまり信じてないんです。1年のやつが怪しくない？そうか、まあデマならいいんだ。部員疑うのも良くないもんな。はい。何かしてるとしてもまだ話してくれないか。せめて最初の予選大会を突破し、彼女の信頼をもっと得てからでないとこの先を切り込むのは厳しそうだ。予選大会とか連れてかなきゃいけないの？20日間、これなんか2週間レベルのことなんじゃないの？学校潜入ってもう本戦まで行かなきゃ結局ダメみたいなことなんでしょこれ。はい。なんかハードまで全部クリアしてみたら一通り、そしたらなんかちょっと大会とかに進みそうになったぞ。みんなバッチリだね。ユニゾンも完璧だし、新しい振り付けもバッチリだ、はい、ええ、これなら偉人町ダンスコンペティションの予選もきっと突破できると思います。そういうのがあるんだ、地方大会的なことかな。近々ダンスコンテストが開催されるんです。予選と決勝戦に分かれて、今日はその予選があるんですよ。今日はあんの？一日も経ってないはずだけどねこれ。そうか、それは気合が入るな。それは小さい規模の大会なんですけどね。本命はその後にある全国高校生ダンスジャムですから、これも優勝させるんだろうな。それってそっちの方はなんか規模がでかそうだな、はい、日本全国のダンス部が集まってきてナンバーワンを決める、大規模な大会なんですよ。まあこれがあれですよね、あのバブリーダンス優勝したね、こうなんかリッカちゃんみたいな芸能人いますよね。出場するのはどこも全国の強豪校ばかり。予選を勝ち抜くのも難しいくらいで。なるほど。言ってみればダンスの甲子園みたいな感じか、はい、だから次の偉人町ダンスコンペティションくらい勝ち残れないと全国大会では通用しないと思います。カンフーがハム…あ、出た！怪しいんだよな、なんか怪しいのよ。そんなにかっこよく見えないしね先輩。キャプテンさやかしっかりやってるみたいだね。 OB 来んじゃねえよ。 OB 来るの嫌がられんだぞ部活だと。はい、大丈夫だと思います。物語の節目には大会があり、それに向けて課題曲を練習してクリアを目指すことになる。最初に踊れる曲は1曲だけですが、物語が進むにつれて新たな課題曲が追加されていくと。課題曲でレッスンを行うと楽曲レベルが上がっていく。楽曲レベルがマックスになると大会に進むことができますと。頑張ってね。確かにマックスになったもんな。次の予選には僕も応援に行くから。俺も行く。来てくれるんですか？やった、先輩が来てくれるなら張り切っちゃいます、まあ、この感じだと柊木は悪いやつではないのか。矢上さん考えすぎかな。矢上さん、柊木先輩と話してる時のさやか、いつもより声のトーン高くないですか？
あいつがパパ活を支持してるとしたら、南が支持されてるんだとしたら、南もそんなにね、ヒイラギのこと好きじゃないだろうし、もう一人なんか後輩いたよね。あるとしたらそっちだな。気がつかなかったけど、はい、そうですよ、めっちゃ笑顔だし、ヒイラギ先輩にも好きなのバレバレじゃないかな。うん、まあね、それもそうですね。ヒイラギ先輩と仲良くなってからさやかのダンスなんか輝いてる気がしますし、まあうまくいってんのかな。俺が怪しみすぎかな。西蔵の、まあ、みんななんか東西南北っぽい名前になってんだな。お、予選行くの。まあせっかくなら見届けますか。ダンスパートになるな今回。こんにちは、八神さん、今日もよろしくお願いします。大会行こうよ。よし、行こうか。ありがとうございます。行きましょう。もう顧問の先生じゃん。ミステリキーよりも顧問の先生してるけどね、ダンス部の方が。え、結構でかい大会じゃない。そしてなぜか人がいない。ここが会場か。ふう、いよいよですね。緊張するな。お、来てる。全然人いないの気になるけどね。よ、さやかちゃん、ヒイラギ先輩来てくれたんですか。もちろん、約束しただろ。ヒイラギ先輩、受験で忙しいのに。受験も大事だけど、可愛い後輩がステージに立つ予選はもっと大事だよ。頑張ります。ありがとうございます。私たち頑張りますから。どうなんだろう、なんかちょっと恋してるのとは違うんじゃないかなってちょっと思うのよな。西殿、先輩の前でいいとこ見せてやれよ。合ってんのかな。どの距離の考えすぎかな。あ、勝手にやんのかな。ハードでいいんですか。ハードでいいの。もしかしてこれ俺もやんのかな。俺もやんのかこれ。だとしたらちょっと怖いな。俺もやりそうな気がするな。これ B、 ここら辺までは実況しなかったらいけんだけど、これ結構難しいのよな。ノーマルぐらいにして S 目指すか。さあ行こうか。いけるかな。え、キムタクはだって踊らないよね。勝手にやってくれよ、勝手にやってね。絶対あんなとこで覗いちゃダメでしょ。見えてるよ、めちゃくちゃお客来てるよ。緊張する。お、この人知らないな。私、覚えた振りが緊張で飛んじゃいそうです。こういう時はお客はかぼちゃだと思えば。もう先生じゃん、もう完全に。みんな大丈夫か。ずいぶん緊張してるみたいだが、ただ大丈夫だと思います。あ、ガチガチになってるぞ。今日は今までやってきたことを全力でぶつけるだけだ。観客に見せつけてやろうぜ、星稜ラビッツのダンスを。はい、そうですよね。私たちものすごく練習してきたんだし、あとはやれることをやりきるだけ。きっと大丈夫。頑張れよ。みんな、なんか衣装とかないのかな。もうキムタクが真ん中で踊るわけに。明るく元気に楽しく、せーの、ポップステップラビッツ。かわいい、ポップステップラビッツ。あー、あんま人数はいないんだな。これは青春してるな。頑張れよみんな。俺おとげさせないでよ。勝手に踊って勝手に終わらせてよ。あ、勝手に踊って勝手に終わるかも。出た、彼氏面。で、アイドルのなんか、え、やるっぽくない。やるじゃん、俺じゃん、やんの。大丈夫、ノーマルだからいける。頑張れよ。はいはい、せーの。このね、これが意外と難しいのよ。なんか早めに押しちゃうの俺。全押しが難しいの。でもあれポイント高いはずだからな。はい、いいよ。あんま実況はできないよ。それは言っとくよ。はいはい、同時押し難しいな。よし、はいはい。あ、来るな。行くよ。はいはいはい、ほい。 A かな、これ。 A っぽいよな。全押しなの嫌なのよ。
はいはいはい、いいよ、いい、そんなそんな悪くないよね。せーの、あはしまった、いっかー、やべ、あー落ち着け、俺落ち着け一回見せるとこぐだるな。左の十字キーに、なんだ、指を戻しちゃうと、あ、でも悪くなかったっぽいかな。ガッツポーズ取ってた。ダンス初心者のくせにな。絶好調だ。あー、まあ A だったら OK なのかな。 A ぐらいだったさすがに。てかクリアラインまで行けばクリアになんのかな。なんだあの人。さて続きまして第2位は、お2位、1位か。あ、あと1チームだ。まだ予選だからな。うん、ダメだったから、さすがに1位で予選突破はないよね。予選突破チーム、最後の1チームの、1チームの発表です。発表に移りましょう。偉人町ダンスコンペティション、予選を1位で突破したのは、顔。お願い、来て。星稜高校、星稜ラヴィッツの皆さんだ、おめでとう。嘘、私たちだよ。よし、およかったね。いや、こういうキラキラしてんのいいよね。あー、上がった上がった、ランク結構上がった、よかったね。まさか予選を1位で突破できるなんて、なんか実感ない。決勝もあるのか。ヒイラギ先輩のいないダンス部なのに見てたんだね。さやかちゃん、それにラビッツのみんな、予選突破おめでとう。あ、ひいらぎ先輩、ダンス見ててくれましたか。うん、まあ普通に仲いいのかな。怪しんでんの俺だけ。パパ活っていうワードでさ、なんかか、なんかね、二人の恋をさ全然応援できてない俺がいるんだけど。ありがとうございます。あ、でもなんか普通に喜んでるようにも見えるな。ほら、さやか、あ、う、うん、ひらき先輩、え、これからみんなでお祝いにご飯行こうって話せたんですけど、もしよかったら。俺だけだな、怪しんでんの。ひらきごめんよ。あ、ねえ、あねえ、たくみ、まだ他校の生徒と付き合ってるじゃん。あ、うん、あ、いっけね、もうこんな時間か。誰だ、のりずきさん。のりずき、別のあれか。三崎高校はこのコンテストには出てないはずでしょ。うわ、これから匠とデートなの。で、デート？そうね。なるほどな。一緒に映画を見に行くの。これはなんかあれだな、あの本戦というか全国大会の方で出てくるライバルだな。あの先輩、そうなんですか。うん、約束しちゃってさ、デートってほどのものじゃないよ。たまたま見たい映画が一致しただけ。そうですか。ね、西園さんだっけ？あんたたちのダンス見てたよ。なんていうかな、無難な感じだったよね。カンフー取り入れてただろ。ちょっと無難？どういうこと？花がないっていうのかな。俺もそれ言ったからな。西園さんの学校、一人すごい子いたでしょ？前のコンテストではいたよね。彼女はどうしたの？まさか。マイカ、あ、夏の子だ。彼女はでもなんか安心しちゃった。今日の感じなら楽勝だなって。全国高校ダンスジャムの勝負のこと覚えてる？もちろん忘れてないよ。そう、まあいいけど。それじゃあ行こう、たくみ。わあ、これは奪い取らなきゃな。パパ活は何の関係もないかもな。なあ、あの子は？のりづきゆりえ、三崎高校ダンス部のエース。彼女すごいんですよ。元人気アイドルで、しかもセンター。すごっ。じゃあダンスの元プロってことだよな。なんで元プロが学校で。人気絶頂の時に自分のダンスを踊りたいって電撃脱退したんです。アイドル時代は事務所の方針でファンにもバレしやすい可愛いダンスばっかりだったんですが。なるほどね。さっき言ってた勝負って、もうアイドルよりもガチのダンスしたい子なんだな、あっち。あー、それは柊先輩のことです。彼女、ヒイラギ先輩と幼馴染みたいで、なんかずっと好きだったみたいなんです。まあそれは可愛いけどね。それでこの間のコンテストで、さやかとヒイラギ先輩がイチャイチャしてるところを見たら、向こうが宣戦布告してきて。
青春してるなぁ。さやか、それを受けちゃったんです。その場の勢いで。おお、元プロ相手に勝負引き受けちまったのかよ。そんな柊木先輩かっこいいかな。顔じゃないのかな。さやかとしてもこうなった以上負けるわけにはいかないんでしょうけど、元プロ相手だからな。厳しい戦いになりそうだな。なんだっけ、マイカちゃん呼んでくるしかないんじゃない、夏の子。やっぱ団体芸ではあるからさ、あの子一人じゃ勝てないもんね。今ダンス大会勝ちましたね。おお、いいよ。衣装とかあればさらにすごいことになりそう。衣装、衣装を着るとクオリティゲージアップに上がりやすくなります。衣装なんで、それヤガミが買わなきゃいけないの。ヤガミが買うんじゃなくない、それ。まあでもちょっとダンス部楽しね、一段階上に行ったんでストーリー進めましょうか。帰ってきたよ。ヤガミ氏、ようやくご帰還で。カイトウさんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。もうそっちがメインになっちゃったな。そちらはどうなっているのです。ああ、まだ説明してなかったよな。あれも教えてあげるんだね。なるほど、痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ、うん、でその発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。4年前だった、生徒は全員ね卒業してるからね。可能性が高い。あんま調査のしようもないというか。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。言ってたね、うん、先生も。お、やっぱこの人だ。ネットで少しだけ騒がれましたが、顔も出されてんのかわいそうだな。遺書もなく自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。え、第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。もしかしたら自殺じゃない可能性もあんのかな。江原敏郎か。やっぱいじめだなんだろうか。間違いないな、沢先生のデスクにあった写真と同じだ。もしかしたらいじめで、なんかそれで死んだわけじゃない可能性もあんのかな。その後父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。どうした？ん？あれれれ？なんかウォッチャーがどうのこうの言ってたよな。僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって。そんなシステムあるか。予言？しかも予言でしょ。それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。どうやんの、正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。警察よりすごいな。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。どうやってるか教えて。難しいこと言ってるけど。矢上氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたね。そうね、ジャッジアイズの方でね、 ありましたね。そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、うん、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。はい、それで事件解決していくのもあるんだな。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。あ、これサブストーリーですね。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、うん、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集、トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。なるほどね。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ。
探偵の営業活動に使えればと思っております。すごいね。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名、これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそこに依頼があるもんね。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズるリサーチャー。 SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、タピオカがバズってたらタピオカ屋に行くみたいなことかな。我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。こいつできるやつだな、まあ、本当に。そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、有能だな。俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。ああこれは広がりそうですね。これでよしっと。どうぞ。どんどんアプリがインストールされていく。バズリサーチャー。ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？絞り込みだな。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？雲男ってやつがいいのかな。ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれんの？いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな。さて問題はここからです。男ありそうだな。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速、ね、探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。いや雲男ってのが絶対いるよ。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。はい、これなんかどうだ。雲男やたらいるもんね。ちょっと事件の匂いがする。おほ、勝手に選んでくれた。なるほど、ではこのワードで絞り込んでみましょう。もしかしたらスパイダーマンみたいなやつがいいのかな。絞り込めたようですな。雲男どっかの映画かな。気な臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。なるほど、スパイダーマンみたいなやつが多分いるんだろうな。観察し目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか胸が高鳴りますな。はい、バズリサーチャー OK。 よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏少々お待ちよ。どうした？トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。お、何それ？これは高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。集音機、こんな持ち歩きたないわ。このガジェットを使い街の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。ありがとう。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、
楽しみにしてる。集音機、まあ音の発生源を探ることができると。メニューから使うんだね。じゃあこのスパイダーマンってやつを探せばいいのかな。そしたら夜になって沢先生と会うことできそうだな。ん？クモ男のうめき声が聞こえるって噂があったのはこの辺のはず。つまり上の方から聞こえるうめき声が分かればいいってわけか。ガジェットが使えそうだ。ここら辺にいるってこと。アイテム？あった、ガジェットあった。集音機。あ、あれ、ここだな。落ちる落ちる。なんだ、上の方からだな。うん、あれは、え、こんなとこから、え、あれは人、え、危な、ガチで危ない。落ちる、もう無理、まずい、すぐに助けに向かわないと。あー、サイドケース始まった。落ちそうな男なんかこう、ちょっと頑張ればなんか登れそうな感じするよね。え、ヤガミが登んなきゃいけないのこれ、大変だね。おいおい、登ってすごいね。こっからジャンプみたいなのができんのが信じられん。はい、おい、どこにいんだ。あー、そこか。はい、上から行けばいいのかな。はい、うー、落ちる。おーすごい。え、あなたはなんでここに。 いえ、下にあなたを見つけたから助けに来たんです。うー、助かった。つい手を滑らせちゃってありがとうございます。こいつ泥棒なんじゃないの。普通に下着泥棒とか、何の騒ぎ。キャ、ちょっと何。お願いします。あ、住人の方ですね。ちょっと助けを呼んでもらっていいですか。まさか、クモ男って二人組。うー、落ちる。危ないのでとりあえず中に。はあ、こいつはなん、どこから落ちたの。いや、怪しいよね。危ないところでしたが、部屋に避難させてもらって助かりました。あ、そっから出たんだね。なんなんですか、二人してあんな高い壁の外にいるなんて。八神です。俺は探偵の八神高之というものです。探偵さん、はい、ええ、ここをその通りがかったらこの人が落ちそうになってるところを見つけまして、こんな身体能力がなかったらあそこまで行けんけどな。ああご迷惑おかけしました。玉井品太郎、なんだその名前。御徒町ゆとりです。すごい名前だな。ところで玉井さん、それにしてもなんでまたあんなとこ、あんなこと。あ、それはですね、お前下着泥棒か。屋上でバードウォッチングをしてたら落っこちちゃったんです。いや、嘘くせー。バードウォッチング、ええ、その珍しい鳥がいるって話を聞いたので。珍しい鳥というと何を。なんだそのツバメ。お前絶対、お前ポケット見せて、ポケット見せろ、ポケット。なんか怪しいんだよな、黒い服着てるしさ。あ、は、はは、さてはツバメは珍しくないだろうと。それがですね、突然変異の白い個体らしいんです。 SNS でそんなつぶやきを見てすっ飛んできちゃったわけですね。これが、そんなのがないんじゃない。この時期ツバメいないのでは。あなたはこのマンションの住人、なんで助けを求めなかったんですか。もう気になる。あんな高い場所で立ち往生してたのに、なんで大声でマンションの人とかに助けを求めなかったんです。どん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 攻められていくよ。あー、その手があったか。そこまで考えてなかったな。ははは、なんか怪しいな。全部これもう証拠になるな。うーん、おかしいですね。つまみは渡り鳥です。この時期は越冬のため海外にいるのでは。え、そんなつぶやきないしな。ネットでの情報ですが、一応越冬ツバメという日本で越冬する個体もいるようですが、主に西の地方でのことのようです。関東ではかなり稀なんじゃないですか。そうなんです。珍しいから見たくなってしまいまして。ああ、そうですか。このマンションの住人じゃないのにね、入れるのおかしいよね。さっき SNS でつぶやき見てすっ飛んできたって言ってましたし。あ、さすが探偵さん、鋭いな。
このマンションオートロックみたいですけど、どうやって入ったんですか。まあ一緒に入ったのかなっていう言い方できるよな。それに屋上への扉は普通鍵が閉まってるものです。屋上に入れたんですか。う、そうそう、それはですね、探偵さんと同じですよ。マンションの壁面をよじ登ったんです。よじ登った、バードウォッチングのために。え、ええー、鳥が好きなもので。街で最近噂のクモ男、あなただったんですか。あー、噂になってるみたいですね。高いところでバードウォッチングしたいんですが、都会のビルはどこも部外者は入れなくて、最近外壁をよく登ってましたから。絶対下着泥棒だよこれ。なんか腑に落ちないし、いろいろ怪しいな。いろいろと怪しいが証拠があるわけじゃない。証拠がないなら今引き下がるしかないが、こういう時は観察か。絶対ポケット、絶対ポケット怪しいと思うんだけど。 L さんでなんか持ってるんじゃない、なんか出てたりしない。でやっぱりこれはおかちまちさんのやつでしょ。なんだこれ。形から言って女物の下着かってことは、終わったなお前。ちょっといいですかね。え、探偵さん、まだ何か。その尻ポケットに入ってるもの何ですか。ちゃんとしまっとけよ。あー、これはこれはどう見てもパンティーですね。キムタクに言ってほしかったな。いけ、これパンティーですね。それこれおかちまちさんのじゃない。まさかおかちまちさんの。最近大事な下着がなくなると思ってたんです。なるほど。下着泥棒をしていたら落っこちてしまったというわけか。とりあえず警察呼ぶぞ。てめえずり乗りやがって。俺はな、2代目パンティ教授になる男だ。こんなところで捕まってたまるかってんだよ。パンティ教授っていうのは、あのジャッジアイズ1作目の方でなんか俺がぶっ飛ばしましたね。全く仕方ない。こうなったら力ずくもやむなしだな。こんな余裕でしょう。玉井しな太郎そんな芸人いるよね、玉袋筋太郎みたいな。えい、これいちいちやってたらもうジーパンが持たんぞ。えい、強すぎる。3万円ゲッツ。経験値も3500。えい、オッケー。警察来たかな。あー、来た来た来た。うー、くそ、俺は2代目パンティ教授になる男だったのに。1代目もね、ヤガミが倒したんだ。パンティ教授のことは知ってる。依頼があって捕まえたもんでな。何？お前が彼よ。こんなやつだったわ。あの変態は俺が追い詰めた時も窃盗をごまかすことなく常に堂々としていた。この素晴らしい匂いを一緒に楽しもうとパンティを持って迫ってきたくらいだ。うん、こっちの方がやべえけどな。なんという胆力。はっきり言ってお前はパンティ教授には遠く及ばない。2代目になるなんて無理無理。いや、ならない方がいいと思うけどね。パンティ教授の方がやべえやつだから。くぅ、ほら行くぞ。かわいそうなやつだ。大変でしたね。ありがとうございます。下着泥棒を捕まえてくれて。 いえいえ、お力になれてよかったです。八神さんは探偵さんなんでしたっけ。こうやってどんどん売れていくのかな、はい、このね、偉人町で。普段は神室町で仕事をしてるんですが、最近は偉人町でも仕事を引き受けていましてね。今は横浜つくもかという探偵事務所でお世話になってます。何か困ったことがあったら気軽に相談に行ってみてください。ふふ、売り込み活動も兼ねて人助けをしてるんですね。わかりました。今度困ってる知人がいたらその探偵事務所を紹介してみます。こうやってどんどん広がっていくんだな。地道ですな。ひとまず一件落着だな。それにせよまさか下着泥棒だったとは。おお、2個目ですね、サイドケース。街に出て事件を解決する。これで、あ、一回つくもかに戻るんだな。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。まあ、今回はね、脇道それてダンス部とかも、できたので、また、次からはメインストーリーを進めていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。